およそ1万8000人、現在山口県に住む外国人の方の人数です。県内の外国人住民数は年々増加傾向にあり、県では多文化共生を推進しています。山根さん、県が推進している多文化共生とはどのようなものでしょうか。多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々がお互いの文化的違いを認め合って地域社会の構成員として共に生きていくことを意味します。本県で暮らす外国人の方は近年増加傾向にあり、多文化共生による地域づくりを進めることが重要となっています。そこで県では令和5年に山口県多文化共生推進指針策定委員会を設置し、指針を策定しました。今野さんは委員会の委員長を務められたそうですが、指針ではどのような山口県を目指すことを基本理念としていますか。はい、指針の基本理念は、日本人と外国人がお互いを尊重しながら共に地域を作る一員として活躍することで、すべての県民が豊かに安心して暮らすことができる山口県を作ることです。具体的にはどのような取り組みが必要となるんでしょうか。はい、第一に、日本人と外国人の円滑なコミュニケーションが重要です。外国人県民が生活で日本語に困らないよう、日本語教育の充実を図っていくことが必要です。第二に、外国人の方々に長く地域で暮らし続けてもらうために、相談体制、災害防災への備えや外国人児童生徒等への教育機会の充実など、幅広い分野での取り組みが必要です。第三に、外国人の地域活動への参画や地域住民との交流を進め、外国人も日本人も共に活躍することが地域の活性化につながると考えています。これらの取り組みは県や市長だけでなく、企業などのすべての人が一体となって進めていくことが重要です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。県国際課のホームページでは、山口県多文化共生推進指針の本文や概要がわかるパンフレットなどを掲載しています。ぜひご覧ください。山口県が推進する多文化共生、お互いを尊重しながら豊かに安心して暮らすことができる環境を築き上げていきたいですね。